で現在午前7時あっちを起こして今日は遊びに行きたいと思います。あっち、うわ、なにおはようございます。午前7時、朝の7時ですね。あ、デートに行きたい。どうした？じゃあレッツゴーって言ってもらっていいですか？ちょっと近すぎないですか？あ、大丈夫です。はい、じゃあレッツゴーいただいていいですか？レッツゴさ、付き合ってて、うん、意外になんか何されるかわからん、どこ行くかわからん状態でデート行ったこと多分ないやん。ないよ。だから嬉しい、楽しみ。なあ、今日はね、そんな感じで一日を往復します。オッケー。じゃあね、もうすぐ着くかな。着くまでね、うん、もうちょっと運転お願いします。あ、ここもしかして、バイバーイ。ここもしかしてえ、ここはどこですか？嵐山です。イエーイ。目的地は嵐山でした。嵐山ね、ね、確かに思い出の場所ではあるな。そう、大好きやもんね。うん、だから嵐山で飲みながら歩くっていうことをやりたかったんで、今日は飲みまくりたいと思います。帰りの運転をお願いします。わかりました。頑張るみーっていうのは嘘で、まあ死んでまうから南の運転で帰ると、うん、そう、今日は我慢したいと思います。もう一回言って。すいませんでした。すいませんでした。今日はね、あのやりたいことがあってね、うん、ここまで来たかな、うん、あ、いいね。だからそれをやろうかなって思います。はい、レッツ嵐山。あ、じゃもうすぐ着くよ。やばい、楽しみ楽しみ。うん、嵐山で、嵐山何回か来てるけど、うん、なんか行ったことない道に連れて行かれてる気がする。そう、じゃあね、もう着くからね、見とってね。え、こっから行くんや、モンキーパークって。あ、へえ、猿がいっぱい、うん、そうみたいよ。へえ、あっちパークやん、そんなんなん。え、すごっ。はい。あち、今日はね、これ乗ります。頭、あの、低くなってるんで頭を垂れないように気をつけてください。はい、すげえ、すごいよな、こんななってんねや。うまそう。すげえ、やばやばこんなことなってたんや。じゃあ今から、はい、今日は船に乗ってすき焼きデートです。やばいね、最高すぎる。最高、ありがとうございます。そう、あちとね、来たかったデートはこれです。やばいな嵐山のこの船乗って、うん、すき焼きランチっていう。やばいよ、ね、まさかこんなことが待ってると思ってなかった。待ってなかった。うん、これが待ってったね。そうよ、おいしい。いただきます。食べて。うまい。そう、うまい。やばい。最高やな。最高。確かにこんなん今まで乗ったことないな、二人でな。うん。長いこと付き合ってる。うん。お。手振ってる。ちっちゃい船いる。かわいい。すげえ。おいしい。最高。入れていこう。
いいな。めっちゃいいな、これ。めっちゃいいわ、マジで。こんなんあったんやな。そう。いや、船乗れるっていうのは知ってたんや。うんうん。船っていうか、まあこういう感じで。うんうん。でもご飯食べれるとは知らんかった。知らんかった？うん。逆に今までこういうのしてあげられてなかったかもしれない。そんなことさ、言わんといてよ。なんかうちらってさ、いろんなとこデート行くやん。だけど、なんかこれからはちょっと違う。なん今までプレッシャーやん。今まで行ったことないところ、うん、自然とかもいろいろ行ってみたいな、うんうん、そうって思って、とりあえずかわいい、カモメちゃん見て。ほんまや。みなみ、これ乗ってみたかった？乗ってみたかった。やばい、いいな、うん、めちゃくちゃいいよな、やばい、ほんとに。ここに2021年ありがとうの気持ちを込めて契約しました。ありがとうございます。すごい贅沢ぶり。飯食いながらかかってさ、こいでもらってさ、そうや、申し訳ない。この景色をさ、見せてもらってさ、手伝いに行こうかな、俺。もうご飯食べ、パパって食べて、うん、絶対行ってや。絶対行ってや。いや、ちょっと俺らも、うん、数々の喧嘩をしてきて、うん、まあその都度仲直りして、うん、もう無理っていう時もあったけど、うん、まあ今に至ったわけやんか、うん、喧嘩した時の仲直りをする、うん、方法、うん、我ら言うの、我ら言うの。あ、でも共通して言えるのは、うん、ある程度なんか喧嘩して、うん、ちょっとなんか嫌なことあっても我慢して、うん、っていうよりかはちょっと嫌なとこあったら、うん、もう我慢できひん、うん、だからそれを抑えながら普通に生活するっていうのは無理やから、うん、多分なんかちょっと嫌なとこあったらもうそこを言って、うん、でそこに対してすぐ喧嘩なり、だから喧嘩の数が多いと思う、うん、でもその分さ、うん、細かいところまで、うん、なんかもうとことん言い合いだよ。そうや、もう本当にちっちゃいことでもめっちゃ言い合いになる時とかもあるもんな。なあ、それを乗り越えていくしかないよな。確かに、そうやな。で、京都で言ったら、うん、そうやって京都のな、私らの事件、事件、いや、でもちょっと可愛い、ちょっぴりや、ちょっとどころじゃないよ。普通に写真撮ろうって言って南が撮ってくれってんけど、うん、基本はやっぱ南が毎回撮るっていう、うん、で俺はどっちかというと写真嫌いやってん、うん、昔な、めっちゃ嫌いやったよな。ほんで、あ、ここだ。どんな顔やん。なんの誇らしげやん。写真を撮ろうって言ってて、みなみがずっと撮り続けてて、うん、俺がうまく笑われへんくて、うん、それに対してみなみがキレるっていうな、うん、なんでうまく笑われへんの、もっと笑ってよっていう、なんかお前幼稚園の子が言われるぐらい。なんか笑ってな、うまく笑えん子みたいな感じやったもんな。あ、じゃあそのうまく笑えてない写真がこちらです。で、そうな、めっちゃ喧嘩してさ、めっちゃ喧嘩したな。めっちゃ言い合いしてん、あの川でさ。で、もうそしたらあっちが、え、もうごめんみたいな、笑顔頑張るでってな。もうちょっと怒っても意味ないな、怒ってても意味ないな、俺が笑えてないしと思って。ごめん、ちゃんと笑うからで写真撮ってんけど、それが彼です。そんな感じでだいぶ変わって、笑顔に関する喧嘩。あれを機にうまく笑えるようになったかな。そう。ほんならな、その後喧嘩した後からの写真がうちよりもめっちゃ笑顔いい時、笑顔がキラキラ。もうこれ以上怒らせたらあかんと思う。な、笑えるやんって言ってな。そうそうそう、めっちゃ照れとったな。だって俺初めてやもん、あれ、人生で笑顔で怒られて、うん、笑顔で褒められた。だってさ、もう多分それ直ってなかった、今 YouTube できてないよ、だって。あ、確かにな。うんの。京都も確かにいろんな思い出があるね。そうやな、結構来たしな、いろいろな、うん、ね、みんななんかおすすめのデートスポットとか、ここはナンバーだよとかな、そんなんいろいろ教えてほしいよな、うん、撮影のしやすさ結構重要やもんな。そう、重要。じゃあもうちょっと食べていきます。イエーイ、最高。
はい、ということでランチどうでしたでしょうか。最高すぎた。よかった、うん、よかったよな。贅沢すぎたなあ。スタッフさんに声でもらいながら、うん、こっちはストーブついたあったかい部屋で飯食う。もうなんてやろって感じ。え、めっちゃおならする。マジで最高や。さちょ落としていいかわ。かわいい。落ちて。ごめん。ごめんなさい。なあ。でもほんまにおならは置いといて。マジで。置いといて。マジで贅沢な。うん。1時間。うん。1時間やったわ。そう、贅沢なね。最高やった。そう、これが私からっちへのプレゼンデートでした。ありがとう。次楽しみ。怖え。これで終わらんかな。じゃあね、はい、ちょっとプラプラして、うん、帰ろっか。オッケー。今日思ったより寒いもんな。寒い。そう、みんなね、まずもう冬の京都もうほんと着込んできた方がいいな。いや、着込んでくんねん、みんな。そうな、言わんでも。そうや、そうや。今日はちょっとな、何も言わんかったからな。そうそうそう。にしてもうちもちょっと薄ぎ、これ薄ぎすぎやろ。そう、ちょっと気合い入っちゃった。あったかくしていこう、ね、じゃあね、こんな感じで、はい、みんなね、次のデートも、次はアチプレゼントデートもう本当に見てほしいなって思います。じゃあね、今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。